アスナロー四日市駅から内部駅までを結ぶ四日市アスナロー鉄道の鉄道路線。全線が三重県四日市市内を走る。期間7 6 2ト、mm、ルという特殊狂気の軽便鉄道として建設され、現在も当時のままの基間で運行される。アスナロー四日市駅ひなが駅間には同じく期間7 6 2ト、mm、ルの八王子線の列車が直通している。 1965年4月から近畿日本鉄道が運営していたが、2015年4月より、四日市市が第三種鉄道事業者として、鉄道施設と車両を所有し、新たに近鉄と四日市市が共同で出資して設立した四日市安奈郎鉄道が第二種鉄道事業者として、こういう民営方式により鉄道施設と車両を無償で借用して運行する。近鉄時代は、 プリペイド式乗車カードであるパールカードにより自動券売機で乗車券の購入ができたが、四日市アスナロー鉄道移管後に食券型自動券売機に変更したのでできなくなった。2007年4月1日から近鉄でサービスを開始している IC カードピタパには近鉄時代から非対応である。四日市アスナロー鉄道の自動券売機内部線は 1912年から1915年にかけて、三重軌道が開業させた四日市市駅、八王子村駅間のうちの四日市市駅、日長駅間と日長駅から分岐して、三重鉄道が1922年に開業させた鈴鹿支線の一部からなる。1912年に、三重軌道が軌道条例による軌道として、南浜田駅日長駅間を開業し、1915年に、 鉄道院関西本線の四日市駅西口まで延伸された。1916年には三重軌道の路線を廃止して新たに設立した三重鉄道がこれを軽便鉄道法による軽便鉄道として開業した。1922年に鈴鹿市線として日永駅内部駅間が開業し、1928年には現在の近鉄名古屋線の前身である。 伊勢電気鉄道の桑名延伸に際して、四日市市駅諏訪駅間を廃止し、路線実機を伊勢電気鉄道2乗とした。戦時統合で1944年30交通の路線となり、戦後1956年に四日市市内でカーブが連続していた名古屋線宮道駅、川原町駅間の経路を変更した折、内部線の起点が、 諏訪駅から近畿日本四日市駅に変更された。この時、かつて伊勢電気鉄道に譲渡した区間は、三重鉄道の後ろ身の三重交通に変換されずに、廃止となった。その後、三重電気鉄道を経て選挙。なお、かつては、現在の八王子線というの山線を合わせて、三重線と総称し、列車も湯の山駅近畿日本四日市駅、内部駅を通し運転していたが、 湯の山線改め記事に新たに内部線、八王子線として独立した路線名が与えられている。2012年には近鉄が四日市市などにバス転換を提案した。これに対し四日市市が鉄道による存続を望み、2013年にこういう民営方式で存続することで合意。2015年から四日市市が第三種鉄道事業者として アスナロー四日市駅ひなが駅間は内部駅発着の列車と八王子線西日野駅発着の列車が交互に運転されており、この区間は日中毎時4本の割合で運行されている。ひなが駅内部駅間は毎時2本の運行となる。ひなが駅では西日野発のアスナロー四日市駅が内部駅と内部発のアスナロー四日市駅が西日野駅と連絡しており、 基本的にすべての列車が系統別の接続を行う。したがって、日永駅での西日野駅と南日永駅以南との乗り換え時間ロスはほとんどない。全列車が都市型ワンマン運転を行っている。無人駅はおごそ駅のみだったものが近鉄時代末期の合理化により、四日市駅と内部駅を除く全駅となった。その名残で駅車内には、 窓口跡や自動券売機がある。なお、大晦日から元旦にかけての終夜運転は、当線では実施されていない。260系電車近鉄4階地停車中の260系最急曲線半径は100メートルで、赤堀駅構内と日永駅構内にある。最急勾配は25パーミル。使用されている機場は、 過去には、軽便鉄道規格の古典的な15キロと22キロレールが使用されていた。現在では、レールの重機乗化が進み、本線では 40N50N レールに統一された。また、内部車庫内には22キロレールが残っている。枕木は、機関が特殊なことから、PC 枕木は用いられておらず、大半が木枕木である。分岐器は、特殊供気用のものが用いられ、 部品が特殊な上に、分岐側の曲線半径が小さいため、列車通過制限速度が厳しく、列車の高速化を阻んでいる。分岐基板数は七番であり、JR 在来線の最小番数八番分岐器よりも、交差角が大きい。電鉄機は、本線においては、アスナロー四日市駅と日長駅の四日市方については、電気点鉄機が用いられるが、日長駅と白駅、 内部駅は旧式の発乗点鉄器である。乗り越し分岐お及び安全側線が設置されている駅はなく、列車駅違い時の上下列車の駅、構内同時進入ができない。過去には浜田信号所の場内信号機に警戒信号を現時することにより、上下列車の駅構内同時進入を行っていた時期もあった。天白川、橋梁か化川橋梁を主な橋梁のみを記す。 いずれもコンクリートスラブ下駄。従前の橋梁は軽便鉄道規格の簡素なもので、桁長さが短く、桁厚さが薄いのが特徴であったが、内部線内の長大橋梁である、カバケ川橋梁と天白川橋梁をはじめ、ほとんどの橋梁が近代的なコンクリート下駄やボックスカルバート構造の橋に掛け替えられている。内部車庫入り口内部車庫内部内部駅構内に、両線橋用の 近鉄車両化と三吉建築内部車庫がある。車庫内で車両の列車検査、ガッツ検査を施行するが、定期検査を行う施設がないため、定期検査時は車両の使用部品を車庫外に持ち出して、他の車両工場で検査を実施する。明日なろう四日市駅の名古屋方向下,下に四日市変電所があり、ここから電力が供給されている。河川は、 シンプルカテナリー方式で電柱は木柱からコンクリート柱への更新工事が進行中である。河川自動張力調整装置は一部区間について設置されている。高圧配電線は近鉄四日市駅南日営駅間に仮設されている。常地信号機として場内信号機、出発信号機と中継信号機が設けられている。以前は 近鉄四日市駅に入れ替え信号機があったが撤去された。これは、総括制御化された車両が導入される以前に制御、電動車を転線して付け替えるために使用していたものであった。車庫所在駅である内部駅にも入れ替え信号機は設置されていない。信号機は注意、停止の二意識が採用されている。なお、前線が 単線自動閉塞化された1989年以前の近鉄四日市駅日長駅間においては進行、停止の認識が採用されていた。列車集中制御装置が導入され、アスナロー四日市駅において全駅の信号制御及び電気点鉄機の制御が可能となっている。情報伝送はメタルケーブルを使用する。連動装置はロ四日市駅、日駅については、 1> 第1種軽電電動装置が、止まり駅、内部駅は、第3種軽電電動装置となっている。レールの外側に取り付けられた、ATS と編集式、連続照射型の、近鉄型 ATS を採用している。地上子は、通常2本のレールの間に設置するが、四日市安納鉄道は、期間が狭いため、設置してしまうと、上り電車用と降り電車用の位置のズレが短くなり、 誤作動する恐れがある。このため地上市は2本のレールの外側にあり、大変珍しいスタイルとなっている。アスナロー4日市駅には、終端用 ATS が、急曲線部分、急勾配部分の速度制限箇所の一部には、速度超過防止用 ATS が備えられている。第1種踏切38箇所の踏切がある。第3種踏切、第4種踏切はなく、 全踏切で自動化されており、アスナロー四日市駅にて、四日市アスナロー鉄道線全線の踏切の集中監視を行っている。日永駅南日駅間にある日永4号。踏切は、福音19.8メートル、遮断機12機を有する三重県下で最大の踏切であった。八王子線直通列車は行き違いできない。廃止区間の駅は時節を参照。 四日市市駅市役所前駅諏訪駅宇野森駅南浜田駅ありがとうございます